構登った感じがするのにちっとも果てが見えないね。あまり上や下を見ない方がいい。こういうものは黙々と登らないと心が先に疲れるぞ。上も下も見てる余裕なんてねえよ。ここで落ちればズーグルを喜ばせるだけだな。ズーグルが喜ぶ？なんでだ？餌が空から降ってくるのだ。恵み以外の何でもあるまい。餌。ロウ、こういう時にあの人の話は聞かない方がいい。聞く前に言ってくれよ。落ちたら一巻の終わりなのは間違いないな。みんなフルルみたいに飛べたらいいのに。きっとディスビムにたどり着けなかった人だってあら。俺たちは落ちるわけにはいかない。シオンが待ってるんだ。先に進もう。引き締めていこう。どうやら登りきれたな。やっとか。膝が笑い出す寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく？可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか？ない。ガナスハロスとはミナワの城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来、この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルランの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると、遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。水の国とはいえ、また随分雰囲気が変わったもの。こんな状況でなけりゃ頭まで水に浸かり。あの城、見覚えがある。前にカラグリ屋の崖から見た。おやすみ、みんな。よし、行こうか。もたもたしてシオンに怒られないようにしないとな。オルフェン、いつもそこにいて励ましたり注意してくれた。いるのが当たり前だったんだ。無事だといいけど。口に出すと余計不安が増すぞ、リンベル。ごめん。でもやっぱり気になるよ。どうしてボルラーンはシオンをさらったのかな。アウメドラの船での奴の物言いからは、本来の目的はアルフェンにあると見えたが、前に一度シオンはあの男に傷を負わせた。あるいはそれで興味を覚えたのかもしれん。うん。あいつ、傷を受けた時も、茨に触れた時も、どこか楽しそうだった。普通じゃないよ。変なことされてなきゃいいけどな。変なことって、変なこと言わないでよ。いや、だって心配になるだろ。だからってそんな。二人とも、その辺にしておけ。アルフェンは黙って耐えているんだ。悪い。さあ行くぞ。立たせ。ゴーハザン。くらけろ。ゴーハザン。止める。足を止めないで倒せるかな。終わりだ。終わりだ。私が止めるよ。やれるぞ。どこだ。あったらこっちこっち。ハンマー。前よりも動けそうだ。今日の食事は楽しみにしてろ。お、新料理か。いい食材が手に入ったからな。本当に私たちとは何か。叩きつぶす。攻撃に出る。撃ち止め。後半だ。攻める。一つ猛進。避けてよ。ロックブレイク。後半だ。準備完了。今私がお願い。叩き潰す。任せて。やらせないよ。ロックブレイク。攻撃に出る。さすが頼りになるぜ。君の勇猛さも当てにしている。えなんだろうこれ。やるしかない。やっと絡めとる。風に舞え。豪華貴様の滞在。風の刃が足を止める。ギロンド先生、あの突進致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。まだまだやれるぞ。ニューハイムソーハいい連携だったな。演舞曲といったところか。叩きつぶす。ゴーハさん吹っ飛べ。登竜王決めてやる。見るな。いけるよ。私が止めるよ。かける。任せたまえ。ゴーハザン。見たか。見てたぞ。空振りするところ見たんじゃねえ。本当に私たちでそこまでだ。レンガだ。ぶっ飛べ。この水に乗れる。さあ、嵐に飲まれる。決めてやる。殻にこもっても引き出せるみたいな。そういうレンガだ。俺が防御を狂った。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。決めてやる。さあ、こっちこっち。ハンマー。嵐にね。ゴハザン終わりだ。地の精霊だ。よう連打だぞ。攻撃に出る。止める。貴様を沈め。はい。ブラッディハウリン。ゴハザン終わりだ。さあ、こっちこっち。ハンマー。少しは役に立てそうだ。あんたほどの人。がよく言う火事でも役に立ってほしいものですが、はあ、た方が身のためだ。終わりだ。どれだけ。どこだ。攻撃に出る。ゴハザン。今の瞬間は通じるぞ。ああ、倒れろ。俺の真骨頂。はい。終わりだ。やれるぞ。よし。終わりだ。報酬だ。四角陣。攻撃に出る。足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとくぜ。あがくがいい。終わりだ。やれるぞ。その突進力は見習いたいな。レッスンがあるかい。アルフィン師匠、防御の極意も教えてくれ。それはスター第一章に。やっと当たれ。終わりだ。後半だ。いった。攻撃に出る。そういうレンガだ。逃げるぞ。くらえ。うが。いった。うっかない。ようレンガだ。終わりだ。ようどうか。はい。悪くない。攻撃に出る。連連決。止める。ブラッディハウリング。ゴハザン。俺たちは負けない。負けない。負けない。臨床かね。一休みしないか。よし、これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。明日もよろしくな。みんな、準備はいいか。いよいよだ。みんな油断するなよ。正面からな。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う？お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。中は出迎えなしか。これからどうする？まずは町の様子を調べよう。それから城だ。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナ兵すらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか？それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃあ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。何か嫌な感じがしてならない。ああ、働きに行くって感じじゃなかったもんな。下の水路は城まで通じてるようだ。城に向かえば何かわかるかもしれない。薄気味悪いったよね。ロー、足震えてるよ。え、嘘嘘。これだけ大きな町なのにまるで気配がない。ダナもテナも一体どこにいるんだ。シオ、相変わらず人影がない。この先はもう城しかないみたいだが。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの。おい、あれ、アルフェン。精霊力、そんな、じゃああれって。やめろ、何をしてるか分かってるのか。止まるんだ、知りたいのか。くそ、スルドのために死ぬのは無意味だ。逃げろ、船を降りるんだ。なんてこと。呼んでいる、呼んでいるって、ボルランガか。今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろ、ボルラン。お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため俺は進む。行こう。ひどい。やはりさっきの人々は。ああ、なんてことしやがる。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。